ベルナルディーノ・アントニオ・ゴメスベルナルディーノ・アントニオ・ゴメスは、ポルトガル王国の医師、科学者、植物学者である。ブラジルからの植物を研究し、マラリアに対する薬効のあるキナの木の皮から結晶を抽出し、シンコニンと命名した。ゴメスの抽出した物質は、キニーネとシンコニンからなる結晶である。皮膚病の分野でも評価が高い。パレーデス・デ・コーラの医師の家に生まれた。 コインブラ大学で医学を学び、1793年に学位を得た。ポルトガル最初の皮膚科医であり、博士号を得た後、1797年までアベイロで医師として働いた。1793年にポルトガル海軍の軍医に任じられ、フリーゲート艦の専用1810年まで務めた。この1797年から1801年までブラジルで勤務し、 ブラジル原産の植物の特徴と薬効について研究した。1802年には2ヶ月間にわたってジブラルタル海峡のポルトガル艦隊に発生したチフスの対策のために働いた。1810年にも艦隊に流行したチフスの患者445人を治療した。1789年にエドワード・ジェンナーが首藤に関する著作を出版したのを受けて1804年に コインブラにワクチン研究所を発足させた。それまで多くのポルトガルの医師が首都を試みたが、ラフォーズ公爵の息子が副作用に襲われたことなどで、普及は進んでいなかった。1807年のフランス軍のポルトガル侵攻などで事業は停滞したが、1812年にゴメスはリスボンの王立科学アカデミーの会員に選ばれ、アカデミーにワクチン研究所が作られた。 多くの人々の援助を受けて1817年までに1万7000人に首都が行われた。ブラジル皇帝ペドロ一世に、オーストリア皇帝フランツ一世の次女、マリア・レオポルディーネが嫁いだとき、医師団の一人に任じられ、リオデジャネイロに6ヶ月、泊まった。その後も宮廷医として王室の信頼を受けた。ゴメスは、植物の学名で命名者を示す場合に、 ベルナルディーのアントニオゴメスを示すのに使われる。ありがとうございます。